はい、皆さん、こんにちは。高森です。というわけで、今回はですね、ノーコード。これについて僕、今回調べてきました。あのね、ツイッター、まあ僕、いつもツイッターですけど、ツイッターのタイムラインにですね、このノーコードっていう、この伸ばし棒を入れて5文字。この5文字が流れてくるとですね、僕はですね、なんかこう、いらんものに蓋をするかのように、この文字をですね、避けてきたんですよ。なんかね、このノーコードっていう言葉がね、もう怪しく感じて、わ、ちょっと僕とは違う世界やな、みたいな感じで僕自身はずっとこの言葉から、もう目を背けていたんですよね。だから、これをね、僕ね、調べるの正直嫌やったんですよ。なんでかっていうと、もう今までもやっぱし、ずっとなんか、あ、もう違う世界、違う世界ってこういう風に思いたかったんですけど、やっぱしこう、じわりじわり迫ってくるこの勢いに負けて、今回ノーコードをですね、僕思い切って、さっき調べてみました。というわけでですね、この調べた結果をですね、皆さんにちょっと今回お伝えしていきたいなという風に思うわけなんですけども、これね、調べた結果、僕の感想率直に言いますよ。これね、意外といいっすわ。これマジで、ノーコードね、意外と調べてみたらね、あ、なんやこいつ、怪しい。もう初めはね、怪しさ満点で近寄りたくないと思ったんですけど、あ、意外とこいつええやつやん、みたいな感じで僕自身はね、思ったわけなんですよね。というわけで、まず早速なんですけど、ノーコードってまず何やねんっていう話ですよね。で、ノーコードっていうのは、まあ、そのままですよ。コードを書かずに開発することをノーコードっていうらしいですね。はいはいはい。なんとなくノーコードって聞いたことあるけど、まあコードを書かずに開発。まあそのままやねんなというふうに思っていただいたらいいと思います。で、これとですね、似たものに、ローコードっていうのがあるみたいですわ。ノーコードっていうのは聞いたことあるけど、ローコードって聞いたことないじゃないですか。僕もないですよ、ローコードなんて。でも実際にこのノーコードと似ているような形でローコードっていうのがあるみたいです。で、ローコードってのは何やねんっていうと、ノーコードよりも、拡張性が若干高いっていう風にここに書いてあるんですけど、どういうことかっていうと、ノーコードっていうのはですね、あらかじめ、こういう、あの、なんと、例えばね、使い方としては、ドラッグ&ドロップとかで、こう、パーツが組み立てていけるように、まあ、コーディングの代わりにそういうことができるようなイメージで、ノーコードはしていただいたらいいと思うんですけども、ローコードっていうのはですね、若干、なんやろ、コーディングの技術、プログラミングの技術とか、コーディングの技術がですね、必要になってくると。その代わり、ノーコードっていうのはガチガチにもう全てがコーディングせずに、プログラミングせずに、もう完成品までいけるわけなんですけども、ローコードっていうのは、プログラミングとか若干いるんだけども、このノーコードよりも幅の広い開発というか、そういうのがですね、まあできるというふうな感じで、ここの二つはですね、明確にこう分かれてるというふうな感じなんですね。へえーみたいな。ローコードって僕ちょっと初めて聞きましたね。まあそんな感じなんですけども、で、まあ、メリット、デメリットをね、皆さんにちょっとお伝えしていきたいなというふうに思うんですけど、もう大体ね、聞いたらわかるでしょ。大体ね、僕らもね、ノーコードって聞いたらね、大体、コーディングせえへんところまではわかるじゃないですか。ほんなら、コーディングせえへんでそんなうまいことできるわけあるかいみたいな感じで思うでしょ。思いますよね。いや、僕は少なくとも思いましたよ。ね。で、まあ、メリットはですね、まあ、どう考えても素早く開発できますよね、と。ね、ノーコード、もうコーディングしなくていいんで、素早く開発することができますよね、とか。それからですね、まあ、初心者、プログラミング技術とかコーディング技術がいらないんで、まあ、誰にでもですね、開かれた道であるんですよ。だから、今まではですね、まあ、僕が作ってるようなカタカタジムとか、ウェブサービスとかですね、ああいうショッピングサイトっていうんですかね、とかワードプレスのホームページとか、まあ、ああいうのもですね、コーディングの技術とか、プログラミングの技術が若干、まあ、ホームページであってもいったりとかしますし、まあ、そういうふうなですね、業務系のシステムであっても、まあ、素早く開発できたりとか、あとはね、データベースとか、そういうのもですね、生成してくれたりとかするみたいですね。ちょっと僕もそこまで詳しくは見てないんですけども、はぁ、なるほどね、みたいな、素早く開発できるんや、と。で、初心者にも開かれてる、すごいね、というふうなところですね、まあ、パッパッパッパーと、まあ、言うたらですね、僕さっき実はちょっと触ってみたんですよ。ノーコード。あれはね、僕ね、バブルってやつを触ってみたんですけど、XD やったことある人わかります ?XD。アドビのソフトですね。XD ってよくエンジニアご用達のあるじゃないですか。あれでこうやって、こうパーツ動かしていくでしょ。あんな感じで、動かしていくんですよ。ドラッグ&ドラップ。そしたらもうサイトが出来上がっていくみたいな。僕も奥深くまでやってないんですけども、とりあえず、デザイン面のコーディングの部分はそんな感じでしたわ。まあ、簡単やなと思いましたね。は、これでサイトできんやと。想像通りの動きをしましたわ。ドラッグ&ドロップで作るんやろなと思ったら、なんかこう、それ以外に勉強しなあかんことあんのかな。多分あると思うんですけど、でも、想像通り簡単に動きましたわ。それぐらい結構簡単にできます。っていうふうなところです。で、これデメリットはじゃあ何やねんっていうところなんですけど、作れるものの幅ですよね。なんでかっていうと、だってもうこれ、ノーコードっていうのはですね、開発するためにはですね、ツール、アプリというか、まあツール、ノーコードを開発するためのツールが必要になってくるんですけども、それがあらかじめもう、
こういう風なツールを使った、そのツールの中に、もうあらかじめ決まってるわけですよ。こういう風なシステムで作ってくださいねっていう風なのがもちろんプログラムで組まれてるわけなんで、そのツール内にあるものでしか作れへんわけですよね。ちょっと若干ちょっと説明難しいですけども。なんでまあ作れるものの幅が決まってくるという風なところですよね。でも本来僕たちの開発っていうのは、こういう風な機能を作りたい。だから、こういう風なものを作っていこうみたいな感じじゃないですか。じゃなくて、ノーコードっていうのはこのツールだからこれを作っていけるみたいな。ちょっと逆なんですよね。このツールでできるものを作っていくみたいな。そんな感じになってくると思います。まあそこがデメリットですかね。あとはまあツール依存ということで、例えばこのツールがですね、ツールを作ってるのも会社であったりとかするわけですよ。で、多分バグも発生したりとか、セキュリティ的に問題があったりとかするかもしれませんと。ね。そのツール自体ね。さっき僕が言ったバブルでもそうですけど、ツールによるセキュリティとか、バグであったりとか、それから会社が倒産とかね、そのツールを作ってる会社が倒産したら当然このアプリもね、なくなってしまうかもしれないんで、これがもしなくなってしまったら、もう完全にそのサイトを、自分たちがそのツールを利用して作っているのであれば、もう、作れなくなってしまいますよ、というふうなところですね。ただまあ、このツール依存っていうのはですね、まあ、例えば、フレームワークであっても、まあ、似たようなところはあると僕自身は正直思っている部分ではあるんですかね。まあ、そんな感じです。で、日本での事例。日本で結構ね、話題になった事例があるみたいなんですよ。これ僕知らなかったんですけど、日本での事例っていうことで、あのね、郵送オンラインハイブリッド方式ってご存知ですか？こんなん僕ね、知らなかったんです。さっき調べたらできたんですよね。これね、コロナ禍で政府が特別給付金っていうのを一時10万円みんなに給付してくれた時があったじゃないですか。あの時ね、結構処理に手間取ったよっていう風な話が話題に上ってたでしょ。でもその時に兵庫県の加古川市にですね、もう市の職員がノーコードツールを利用して、それをですね、円滑に進めていたっていう事象があったらしいんですよ。知ってました？ここ僕全く知らんかったですね。それをなんか郵送オンラインハイブリッド方式とか言ってね。まあ、名前はちょっとわかりませんけど、まあそういう風な内容のことをして円滑に進めた事象でノーコードっていうのが、はーみたいな感じで、これはすごいねっていう風な話題が上ったらしいんですよね。で、まあ、IT 人材不足の解消につながるかもっていう風なのはね、まあこれはこれ関係なく、まあ前々からですね、IT 人材っていうのはですね、まあ不足していくという風に予測されているという風に思っているところで、まあこういうのがですね、まあ実際、非エンジニアですよ。市の職員、非エンジニアです。この方は非、全く IT 関係ないみたいなんですけど、そういう方が、作られたということで、まさにこれをですね、裏付けていくような事実っていうふうなところであったというふうに僕自身は思っております。じゃあ、ノーコードをするには、まあツールが必要になってくるんですけど、このツールどういうのがあるのって言ったらですね、これね、ほんといろんな種類があるんですよ。これ皆さんね、ほんま調べてみてください。あのね、僕、さっきパッと目についたのがですね、アプシート。なんか、アマゾンハニーコードですね。ここら辺ね、僕今、なんでこのツールわざわざ出してるかっていうと、このアプシートってやつ、2020年に Google が買収してるんですよ。Google ですよ。はぁー、なるほどね、みたいな。なるほどっていうかね、アプシートっていう名前は僕知りませんけど、Google が買収って聞いたら、もしかしてこれからの時代、ここに力入れようとしてるっていう、正直勘ぐるじゃないですか。だから、ちょっと Google がやるんやったらマジでこれちょっと覚えていった方がいい、なんだろう、ノーコードの時代来るんちゃうかなって僕自身は思ったりとかするんですよ。で、それに引き続いて、今度の Amazon ハニーコード、名前に Amazon って入ってます。Amazon もやってます。Microsoft もやってます。ね。GAFA ですよね。アメリカのその大きな IT 会社が、こういうふうなんですね、ノーコードのツールをですね、独自に開発していったりとか、買収していったりとか、そういうのが、まあ、あるみたいですね。日本でもなんかそういうの買収の件が、まあ、最近かわかりませんけど、じゃああったみたいで、そんな感じで話題になってるというふうなところです。で、僕自身はウェブサイトを作ってますんで、例えば、カタカタジムのようなウェブサイトをノーコード、まあ、カタカタジムがノーコードでできるかどうかはちょっと正直わかりませんけども、まあ、ウェブフローであったりとか、こういうようなツールを使うことによって、まあ、ウェブサービスが作れたりとかするというふうなことが書いてました。っていうのは、Shopify、わからないですけど、まあ、EC サイトを作るのになんか適しているとか、そんな感じのおすすめに上ってましたね。うん。それから、まあ、僕なんかね、まだアプリなんて開発できないわけですから、はっきり言って、アプリ開発、まあ、前回の動画でも言いましたけど、僕アプリ開発すごい苦手なんですよね。苦手。そんな中でも、この、ヤッピーかわかりませんけども、このアプリを使うことに、このツールを使うことによって、スマホのアプリ開発ができてしまうというふうなですね、嬉しい情報を目にしました。なので、これを使えばですね、アプリ開発ができるんじゃないかと、僕は、なんかちょっと前向きに捉えてしまいましたね。っていうふうなところです。まあ、面白い面白くないは別ですよ。まあ、手早く作るのであれば、こういうツールがあるよというふうなところですね。で、そのツールには大手企業が
力を入れようとしてますよ。まあ実際力入れてますよというふうなところですね。で、そんなことされたら、じゃあエンジニアどうなんねんというふうなところで、ツイッターところだけ、まあツイッターだけじゃないですけども、いろんなですね、ところでエンジニア不要論っていうのが溢れております。これはどういうことかっていうと、まあ、一般の人に IT 人材不足解消ということで、一般の人が、ね、こういうふうなものを作れるようになったら、エンジニアいらんくなるやんけっていうふうなところでですね、こう、ぼやがですね、いろいろ出ているところがあるらしいんですよ。ね。でも、これ見て、さすがに僕は、いや、それはないでって、単純に思いましたね。これ、ま、結構前、ライブ配信でも言いましたけど、これ作ってのはそもそもエンジニアですと。ね。で、そもそもですね、ツールに、今、現行のサイトが、このツールを使って利用されていなければ、ね、その、例えば PHP でできている、ね、サービス、例えばカタカタジムであれば、このツールを使って作っていないので、絶対今のカタカタジムの募集にエンジニアっていうか、まあそのコーディングを組める、プログラミングを組める人っていうのは必要になってくるわけですよ。で、ワードプレスなんかでもそうですよね。まあ、ただおそらくそうだと思うんですけども、現行のシステムが完全に全てがツール、このツールに置き換わらない限り、エンジニアさんがなくなることってのはありえないと。それからこのツールを作ってるのもエンジニアさんやというふうなところですね。エンジニア不要論についてはさすがにちょっとそれは言い過ぎやろっていうふうな点がね、僕自身は思ったりとかします。で、それからですね、ただ簡単なコーディング等の仕事が少なくなってくるんではないかっていうふうなことはまあ事実であるんじゃないかなというふうに思ってます。ただですね、これも言うてこれから作るサイトの話ですよ。これからこういうふうなツールで作れるサイトの部分について、これからもうすでにできてるサイトはね、多分ツールに移行しない限り、その現状のままが続くと思うんで、これから作るサイトについては、こういう風なツールで使っていくことによって、簡単なコーディングとの仕事が少なくなってくるやろうね、という風なところが言われているみたいですね。そんな感じです。じゃあ、向き不向きな開発ってなんやねん、という風なところですね。まあさっき言ったこのツールを使って、このツールがですね、どういう風な開発に向いてて、どういう風な開発に不向きなのかっていうところなんですけど、まあ、向いてる開発はさっき言った通り、このツールであらかじめ決まってるものでしか作れないんで、簡単なものなんですけど、ただ素早く開発できるっていうメリットがありますんで、簡単なこのテスト用のサイト、よく言われてるのが、まあお客様からですね、こう言われて、これこんなん作ってほしいって言われた時に、パッと今までは簡単なシステムを作るのでも時間かかってたけど、お客様に、あ、こんな感じでできますね、みたいな感じで、試験的なデモ機っていうんですかね、デモサイトっていうんですかね、そういう風な試験的なサイトを作るのにすごい向いているよとか、で、それからですね、さっき言った簡単な EC サイトであったりとか、まあそういう風なですね、複雑でないものについてはこういうのは向いているという風なところですね。ただ、その不向きな開発っていうのもやっぱしあって、カタカタジムが大規模かどうかとかはわかりませんけども、この、どれぐらいのことを大規模って言ってるのがちょっと若干僕もわからないんですよね。大規模で複雑な開発についてはちょっとこれでは無理なんじゃないっていう風なところが現行の、なんかよくある話では書いてましたわ。僕もちょっと詳しくはね、わかんないんですけど、まあ不向きな開発として大規模の開発っていうのは、まあ向いてないという風なところみたいですね。なるほど、なるほど、みたいな。そんな感じですけどね。で、将来性。これね、僕ね、将来性正直ね、結構あるなと思いましたね。結構あると思う。やっぱツールやけど、作れるサイトって正直そんなめちゃめちゃ多いわけじゃないじゃないですか。で、ワードプレス買って、いろんな種類がこうバーってね、もう今、どんどんワードプレスのプラグインとかね、ワードプレス買ってオリジナルテーマいっぱいあるじゃないですか。あんな感じで、個人がですね、こういうツールをもし作れるようになったりとかしていったりとかしたら、どんどんそのツール自体が拡張していったりとかしたらね、なんかすごいことになったりとかするんちゃうかなみたいな。僕自身はそう思いますね。だから、なんか将来性というか、今は大規模な開発って不向きってなってますけど、僕将来的には、もしかして大規模な開発までいけてしまうようになってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしました。ただね、僕ね、今これを使いたいかどうかって言われたら、今はね、正直ね、使いたいとはそこまで思わなかったですね。たださっき言ったようなその試験的なものであったりとかはちょっと考えたいなとか思いますけども、まあちょっとまだ慣れてへんっていう部分もありますし、まあ若干ちょっとまだ抵抗があったりとかするんですかね。あとやっぱ面白みに欠ける、そういうふうなところですよね。将来性はあるんですけど、まあ僕自身がやろうかって言われたら、ちょっと未だに、今はちょっとまだ、そこまでかなみたいな感じで僕自身は思ったりとかしております。ただですね、
これからですね、こういう風な、なんていう、簡単なサイトであったりとか、いや、試験的にこういうものを作ってみたいんだとかっていうのを考えておられる方は、ノーコードね、全然おすすめできます。これ全然考えていただいていい内容だと思いますんで、ぜひこれを考慮した上でやっていってほしいなと思います。これ実際やってるんでね、市の職員がやってるんでね、そんな感じで事例がありますんでね、全然安心してやっていっていただいたらなという風に思っております。では、これで終わりたいと思いますんで、これからも、まあ、この動画がですね、いいと思った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日も一緒に、カタカタしていきましょう！グッバイ！